ちょうど47で叱られなくなり始めた年齢だったりするんですよ。何とも言えない漠然とした不安感って根底には何がある？予測できない未来を怖がってるんだと思うんですよ。なるようになるって思うしかない。何かに従属しないで生きていきながら、なんか人に任せたり、あなたすごいねって言ってあげられたりっていうのが自立の道の一つなんだな。人生で一番幸福感が低い年齢をご存知ですか？答えは 47.2 歳。50歳を目前にしたこの年齢が一番憂鬱な日々を送っているそうです。今更転職、リスキリング、定年退職後も働き続けるか、趣味に走るか、人生100年時代の生き方を探ります。悩める大人たちに送る47歳からのキャリア。森川さん、こんにちは。今日どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いいたします。お忙しいのにお時間作っていただいて、いえいえ、もう今日はすごく楽しみに、はい、してました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さっき入ってきた時に女性多いなと思いました。印象として。そうですね、でも、ね、社員は実はね、五分五分なんですよ。このフロアにいる社員はどちらかというと多分男性の方が多いと思います。そうですか。販売員まで入れると、百貨店の販売員まで入れると 7-3 なんですけど、地方まで全部入れて、総合職とか一般職とか言われる人たちはちょうど半分半分なんです。そうなんですか、はい、でもやっぱりあの女性がトップになるということで、会社の雰囲気って変わるんじゃないですか。そうですかね、私がガチャガチャしてるから少しその辺は変わったのかもしれないです。ガチャガチャしてる、私ガチャガチャしてるんです。もうサザエさんみたいなんです。忘れ物はするし、落とし物はするし、はい、なんかもう誰かの世話にならないと生きていけないんです。意外です。そうなんですよ。なんかもう全部クールに、すべてこう時間もしっかりと当たって砕けてまた当たるみたいな形の仕事スタイル。だから失敗 OK って言われなくても失敗するので、あの、私失敗しないのでの逆なんですよ。失敗するので、して学んで次に進むっていう感じのなんかこう人生です。そうなんですね。七転び八起き。でも先ほどね、その失敗を繰り返してっていうお話がありましたけれども、失敗をしてこんな大企業の社長トップになることってできるんですか？でもね、失敗するってことは、私多分自分を慰める意味もあるんですけど、打席に立ってるんですよ。だからやっぱり新しいことにチャレンジすると失敗もするし、なんかこういうことやりたいって言って反対されたりとかもするし、だからやっぱりなんかそういう意味では経験を積んではいるのかなっていうのは少し思いますね。じゃあ三振もあったんですか？三振ばかり。三振ばかり。だってあのもうなんか三振とホームランの数えたら普通やっぱ三振が多いじゃないですか。見逃しもあるけど、まあでもあのとにかく振る、打席に立って振るっていう形で、おせっかいだし、なんかやりたがりだし、なんかでも何か頼まれるとやっぱり頼まれたことが嬉しくて頑張っちゃうし、はい、でもそうするとこういうもんじゃないんだよとか言われて、やっぱりガーンってなるんですけど、こうやって打つと失敗するんだなって分かれば、次からはもっとこうやって打ってみようって言って経験を積むし、はい、やっぱり叱られもするんですよね、打席に立つと。なんかすごいあの なんかビジネスパートナーの方がお怒りになっちゃったみたいなことももちろんあるし、でもそこから一個ずつ学んでいく感じですよね。やっぱりこうしっかりとコツコツと打数を積み重ねることが求められてるのに、なんか一発ちょっとなんか二塁打ぐらい打てたぐらいでちょっと傲慢になっちゃったりとかすると、違うよっていうことを言ってくださる人がいたりとか、なんか、多分あの自分で勝手に言ってるんですけど、叱られた数も打席に立てば立つほど多くなるので、あのそれも叱られ自慢も私の自慢の一つ。あの今回のこのタイトルが47からのキャリアということなんですけれども、はいはい、これってなぜかっていうと、大体みんなその50を前にしてざわつく、はい、というんですかね、うん、あのもちろんその上司から失敗して怒られるっていうのもありつつ、さまざまなその何ですかね、キャリアもそうですし生き方もそうですし、うん、女性としてもなんかこう揺らぐ時かなと思うんですけれども、うんうん、及川さんそういう時ありましたか？ちょうど47で、ある程度のことがそこそこできるようになって、叱られなくなり始めた年齢だったりするんですよ。で、私の場合47の時って事業担当の
多分取締役かなんかで、もうある程度当社の仕事会社の責任は結構負いながら、もうルーティーンになんか仕事がなっちゃうと言ったら変なんですけども、何年も同じことやってると大体予測がついちゃって、これ私はどうやって自分を打破していけばいいのかなって思ったのが、こう新しいことをやらなきゃいけないんだけれど、もうある意味経験という赤がついていて、で次の展望って言った時にどこにゴールを据えて、そっか定年の60歳かとか思いながら、そうすると12年ぐらいあるわけじゃないですか、絵と一回り分ぐらい47歳からっていう、どうしようかなっていう感じで結構悩んでた時だったと思います。そうですか、うん、その時はどうやってその47からのその壁をクリアしたというか、はい、私したんですか。やっぱり子供もいましたし、子育て仕事の両立なんで、ほぼ会社の中でぐるぐる回ってたんですね。少しはネットワークとかもしてましたけど、やっぱり仕事家仕事家っていうのでも一生懸命で、でも47になるとさすがに子育てっていうのをそんな 100% 邁進しなくても、もう娘なんですけど、うちの場合は自立もしているし、ある程度母親がいなくても何でも自分で判断できるっていう、多分その時は中学生から高校生ぐらいの頃だったと思うんですけど、そうするとそうだ外に出ようって思ったんですね。で私はポーラという仕事が大好きだったので、ポーラという仕事を今よりももっといい形、ポーラで私が担う仕事をいい形でやっていくにはどうしたらいいかなと思った時に、自分自身が学ばなきゃいけないと思って47歳ぐらいの時からやっぱり外に向けていろんな研修に出たりとか、外部のそれこそいろんな有識者という方たちが集まるような会合に、はい、セミナーに出てみたりとか、誰かその知り合いの方がなんかこういう面白い集まりがあるから来ないっていうところにもう行く行くって顔出したりとか、そういうのが多分始まったのが40代後半ぐらいだったと思います。そうなんですか。だから遅咲きなんですよ、そこに関しては。そこでやっぱりこう落ち込んだりいろいろなことを悩みながら、その何とも言えない漠然とした不安感ってあると思うんですけれども、その不安感、世の中にある例えば人生100年って言われていますけれども、根底には何があると及川さん思われます？多分予測できない未来を怖がってるんだと思うんですよ。何があるか分かんないじゃないですか。でもなるようになるって思うしかないのかな。私割とそこは多分不安に思うことは何て言うんでしょうね、幅としては少ないのかもしれないと今お話聞いてて思いました。ああそうですか。なんかね、遠い未来のことあんまり考えてないんですよ。じゃあやっぱり遠い未来のことはあまり考えないということは、なんか60歳になったらとか、その例えば今の立場をお辞めになったりするときとか、70になったときっていう、そういうことはあまり考えない。どちらかというとネガティブなことは考えない。それ私生まれてからなんかね、はい、